久保さん、今回元弟子が1000万の売り上げ。元弟子が1000万の売り上げ。まあちょっとね、インスタで繋がってまして、なんかストーリー投稿でね、まあ今回のプロモーション1000万売り上げ行きましたと。まあストーリー投稿っていうのがあるんですよ、インスタでは。15秒のやつなんですけど。で、その前のストーリー投稿で僕ちょっとね、メッセージを送ったんですけど、なんかその 1, 1ヶ月ぐらいで100人に電話しましたみたいな。で、100人に電話して、 で、あのー、まあ、あ見えてきたものがあると。まあ、あ直接聞いてね。で、なんか、凡字てってみたいなね。凡字てってみたいな、ハッシュタグ入れてたんで、まあ、あ次、千本ノックだね、みたいなのを送っといたんですけど。<laughs> あのー、ま、あ僕もいろいろ勉強してきたし、いろいろやってきたんですけども、ま、あ結局、一人一人にしっかりと聞く。で、一人一人ワンツー動画撮る。ま、あこれがね、多分ね、超地味なんだけど、最強ですよ。 で、てか、まあ、あのー、まあ、正直、その、なんだろうな、今って、寂しいんですよ。まあ、多分、久保さんもなんか本質的なのをちょっと理解してると思うんですけど、お客さんが求めてるのって、実は寂しいんですよね。孤独なんですよ。うん。だから、その、情報が大量に出てるから、逆に言うと、情報の渦に生まれて、情報はたくさんあるんですよ。 うん、まあ人口は減少してるけど情報はもう大量にあると。だけどその情報をねスマホでね浴びるように見たりとかして結局その,その情報と自分の生活の格差ですよね。それを見れば見るほどね今中学生キメラゴン中学生でも1000万みたいなね <laughs> 中学生でも1000万ですよ。うんだからもうなんだろうなそのネットに取り残された人たちっていうのは その孤独で寂しいわけですよ。うんだからまあその、まあ、僕とか久保さんは常にこう発信しててまあ、これもねインスタであのメッセージ頂い,いたんですけどなんかその久保さんとのやり取りを毎日見るのが日課で楽しみですっていう人なんかメッセージ頂い,いたんですけど。う だからやっぱね、一人はね、寂しい、一人は寂しいというか、なんだろうな、取り残されてる感があるんですよね。要は時代がもう急ピッチに、まあ、早く進んでるんで、多分本当に、これまでの10年とこれからの10年ってもうマジで違うんですよ。まあ、それはデバイスとかもそうなんですけど、昔のその、まあ iPhone も13までになりましたけど、 そのなんかその iPhone のその進化度。まあもちろんもう進化させるところが少なくなってきてる部分はあるんですけど iPhone はね。ちょっとアッパーが出てきてるけども。なんか今出てる、例えば Galaxy とかのやつの新製品ももう、なんかパネルがこう折れるみたいな。パネル折れるってどういうことみたいな。<laughs> まあね、普通じゃないですよ。昔ありえなかったことが今なんか普通なんですよね。 パネル折れるってあ考えられました僕あの、すいませんね。僕あの、柄系で256色が出た時、すげえみたいな。256色のカラー液晶みたいな。256色ですよ。今 iPhone のディスプレイって、何万、何億、違う。な、な、ちょっと、桁数忘れましたけどなんかとりあえずすごいんですよ。<laughs> 256色で、まあ嬉しかった、なんか喜んでた世代ですから。 すげーみたいなあ。ショートメールできるすごいあの20文字の,あのショートメールですげーみたいな思ってたじこの世代間なんですけど今やばいですよ本当に。まあ、本当に今はもうロボットがロボットを作る時代になっているのでもうこれからどん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 その人間がその作れなかったものをロボットが計算して作っていく。 っていう風になってくるんで、で、そのロボットもどんどん人工知能で頭良くなっていくわけじゃないですから。これは本当ね、この5年、10年は倍速ですよ。圧倒的に変わりますよ。うん。だ僕はそれを感じてますね。で、それにやっぱ取り残されちゃってる人は、やっぱ孤独。うん。自分の価値観も変わってないし、自分のスキルも変わってないし、自分の発信力も変わってないし、何も変わってないですよ。でも情報だけが変わっている。 そのデバイスもどんどん変わっていく <laughs>。ま、ここに対してやっぱね、なんか寂しさがあるんじゃないかなと思いますね。取り残された感想ね。一人ぼっちで。うーん。そう。だからまあ、ああの、ー、まあ、r o l a n さんとかね、ま、ああいうその、なんだろうな、あのー、 カリスマ性があるんだったら別ですけど、一般人ですよね。もまあ、その弟子の子もね、別に普通のダメダメだった人、子でしたらね、ボ,もうボロボロやって、ボロソやってましたから、でも今はね、マーケッターみたいなね、一から広告やって、一からそのあのショーあのああ企画やって、全部作って、なんか今やってたんですけど。うんまあ、でも嬉しかったですけどね、なんかその、あ 地道にやってんな、みたいな。うん。いや、そこ大事だよね、っていう。お客さんとの、その、直接聞くってとこですね。うん。だから、まあ、すげえ、なんだろうな。まあ、派手に行きたいんだったら申し訳ないですけど、その、芸能人になってください。なんか、ローランドさんになってください。うわー、みたいにやってください。 で、その、なんだ、スタッフ、まあ、最低でも3人ぐらいいて、カメラマンがいて、ディレクションしてくれる人がいて、<laughs> なんかそんな感じでやんないと、う勝てないですよ。うんだから一般ピーポーが生き残っていくんであるならば、まあ、ほんね、僕のやり方がね、僕はもう間違いない時代の最先端だなと思いますね。なぜならば、時代が進めば進むほど、みんな孤独になっていくので、 だから要は、その時代の流れなんですよ、これが。時代の流れなんです。うん。だからまあ一人一人にしっかりこうやっていくっていうのが、すげえまあなんか派手さは全くゼロですけども、まあ僕が飯食える理由ですね。ずっと、なんか、うん、あの、なんとかなるなと思ってるのは、まあ不安はもちろんありますよ。不安はあるんだけども、まあこれさえブレなければ、 まあ大丈夫だろうと。で、な、しかも、しかも、これをやってる人は少ないので。これやってる人少ないんですよ。で、この前その、そうそう、インスタでね、あの、全く関係ないことなんですよね。どういうメッセージが来たっていうと、その、今日ちょっと上司になんかいろいろ言われて、ちょっと落ち込んでますみたいなメッセージ来たわけですよ。で、そこに対して僕はワンツー動画送ったんですけど、めちゃくちゃ喜んでましたよね。う全く関係ないですよね。 <laughs> 僕知らんし、その上司そのか。どんな会社に勤めてるかも知らんし、その上司のことも知らんし、いきさつも知らんなんやけど、でもなんかへこんでるみたいな。で、そこに僕がかぶせて、あの動画をお送りしたんですけど、めちゃくちゃなんか喜んでましたよね。うーん。やっぱね、寂しいんだと思いますよ。うーん、そう。 だからその、寂しさを埋める価値ですよね。例えば、久保さんが毎日ライブやってるとか、久保さんが動画撮らなくなったら、絶対ね、久保さんどうしたんだろうと。久保さんの動画を毎日楽しみ、その寂しさを埋めるというかね、久保さんの動画を見てモチベーション上げるとかね、やってた人は、もうあの、マジかみたいな。<laughs> そう、マジかみたいな。あの、多分すげえ、ちょっと気持ち落ち着く、あの、落ちちゃうと思いますよ。うん。な、なんだろうな。 勇気の価値みたいな感じですかね、今は。これからは勇気の価値。まあ、勇気を、まあ、光を照らせる人。それを、その大多数じゃなくて、一人一人に光。だからその大きい光を作るというよりかは、一人一人にランプを、マッチ売りの少女ですよ。もはやマッチ売りの少女ですね。一人一人にマッチの火をね、照らしていくっていうね。なんかま、時代はぐるぐる回ってますよね。 一人一人にマッチの光を照らしていくみたいな、あのー、が一番僕はもう、あ、理にかなってるかなと思いますけどね。これからの時代。間違いなく。で、少なくても、もしこれができないんであるならば、ローランドになるしかない。<laughs> 僕すいません、ローランドにはなれないんで、一人のローランドにはなれるんですよ。 大多数のキャーロンダラ・ローランドさんキャーみたいな、100万人キャーみたいな人物にはなれないけど、たった一人のローランドにはなれます。うん、そう。でもそれがね、例えば、まあ、こうビジネス的に言うならば、まあ僕はもう潰れない居酒屋ってことよ。イオンモールじゃなくてね、潰れない居酒屋、高架下の潰れない居酒屋みたいな話をしてるんですけど、これがもう100人ぐらいいればいいわけですよ。だって100人がね、 えなんだえー、3万円の商品買ってくれたら、もうこれで何、何即化塾も、その、なんか、入学金、なんかす、あの、毎金に3万じゃないですか。これ100人入ったらもう300万ですからね。十分じゃないですか <laughs>。だって、年収300万とか言われてるんですよ。これ100人、1年で100人売ったらもうその300万終了じゃないですか。うん。で、これ100人は可能なんで。うん。これ10万だったら1000万ですよ。 もう1年に100人売ったらもう1000万ですよ。10万の単価だったら。じゃあこれ30万の単価だったらいくらですか ?3000 万ですよね。どうですか年間3000万。100人に売るだけですよ。30万。これ3000万ですね。十分じゃないですか。僕はもうそれぐらいの感覚なんで、だからもう100人規模で十分かなと思いますね。飯食えるのは。あとはまあその価格帯ですよね。 3万円の商品を作れるのか、10万円の商品を作れるのか、30万円の商品を作れるのか、あとはしっかり関係性を構築して売れるのかっていう、ここさえちゃんとできれば100人でこと足りるわけですよ。うん。そう。だってあ、僕なんかは、あ今回、まあ、このね、iPhone 買いましたけど、これ iPhone も、これ15、これ iPhone 最近この15万ぐらいしましたけど、iPhone もね、1年に1回とか2年に1回アップデートしてるわけじゃないですか。 で、しかも価格がね、15万とかなわけですよ。ね。